ピュン。妖怪大作戦。みんなの夢のためにね。めっちゃ神々しいです、なんか。これ。ふんき、それは、でかい家の扉。でかい、でかい、でかいが。オケマーってことで、急遽回すんですけど、え、何その顔。ごっつ眠たいねんて。あ、そうなんですね。ね、まあ、こっからなんでこんなとこいるかっていうと、今日からね、岡山の方に行って、はい、修行しに行くんですよね。瞑想法を学んだりとか、はい、もう僕もほんまもう日本もうちょっとで帰らなあかんすよ。大阪に。悲しい。アメリカに帰らなあかんすよ、はい、だからこっからはしっかりと日本を堪能するというか、なんでちょっと行ってみたいと思います。その前にちょっと高速言うたらパーキング行かなきませんから、パーキング行ってみましょうか皆さん。 OK I got ready Let's put the genie ピュン。アシャティ人はみんなケンさん顔はめましょう。顔あ、いいですね。じゃあ中行こう。行きましょう。これやったら入りたくなる。妖怪大作戦。子供用ですね、多分。子供用やったら誰が決めてんの。ここ東海が北太郎の町なの。ケンさん大好きな神戸プリンとか。神戸プリン好きやけど、ここで神戸プリン食べへん。これタオル可愛らしいですね。めっちゃ可愛い。買ってくれるんですか。ちょっと考えたくて。なんか食べる？コーヒーかな。コーヒーいいですね、うん、あ、レッドブルあるじゃないですか。エナジー足りてる？足りてない。ちょっとだけ。あ、探してるものがあるんですね。北太郎の町ですか。あー、なるほど。結構離れてる。誰もそんなウインクいらないですよ、ケントさん。これ久しぶりに返事が来てるの。可愛いです。ありがとうございます。なんで返事が来そうか分かるんですか。分からない。今日夜やから。どういうことですか。今何時だと思ってんの。今まだ9時とかじゃないですか。9時から撮影行くってすごい話やで。確かに。こんな時間からではケントさん。わー、 YouTuber 魂そこにはない。わ、ないんや。それにやるんやったらちゃんと化粧品とか買いたい。みんなの夢のためにね。こんなね、自分の一瞬の楽しみのためにお金使って、人のために使わなきゃ。素敵ね。そう、はい、はい、ってことでね、ちょっと静かにしないとダメなんですよ、ね、ここお寺なんですけど、周り見てください。もうね、夜笑っちゃった。寒いし、ちょっとここがちょっとお寺のね、住職さんの家なので、今日はここで泊めてもらいます。はい、どういう成り行きって感じですけど。もうそうなんですよ。で、今日はだからお寺で修行しに来たんですよね。整いとか、はい、学びをこうと。でも今日はちょっと遅かったので着いたのが。なんで今日はもう寝ます。なので、はい、僕はこのままもう寝るので、そこまで皆さんお付き合いしていただいて、また明日よろしくお願いします。で、明日の動画を多分別であげる。これは岡山楽しむぞっていう動画なので、はい、はい、お願いします。ここは間で見てください。はい、この間も知ったの。今何時？10時人の見えたら友達しかないから。もう僕寝るのほんまに。美女大丈夫ですか。やばい。ほんまにみんなごめんって。眠い。酔っ払いのやってます。来て一番最初に飲んじゃった、はい、めっちゃ神々しいです。なんか召されてます。だからさっき玄関動画撮ったじゃないですか。玄関動画撮って、はい、ここに上がってくる前でもう2杯飲んだから。住職さんにね、案内してもらって感謝なんで、ちょっと僕も寝るから、ケントは布団こうするか。寂しがり屋のやつ。明日ちょっと目覚ましなしで、目覚ましなしで、
授業やのに目覚ましなしですから。わかります。おやすみなさーい。はい。ラッコみたい。嫌な人もね。さあ、ということで、ケンさん。何？カエルの声がすごいですね。こういうのが落ち着くの？やっぱ古き良きって感じだね。歯磨かず寝られるんですか？磨いたことにしといて。破られてた。歯磨きかなか。行きます。はい、うん、おはようございます。おはようございます。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっとさ、はい、布団かけてくれ。まずかっこよい、かっこよく方にしようよ。めっちゃ動いてない感じしてくれ。自分でやってもらって。おはよう。動かれ。テイク2。おはようございます。おはようございます。起きてらっしゃるんですか？今起きるところです。ケンさんもう10時ですよ。起きてください。10時はあかんの。6時にしといて。え、6時に？ケンさんもう6時ですよ。修行やから6時にしといて。これ絶対聞いてやから、ここ使われますよ絶対。じゃあどうしたらいいかな。起きる？起きてください。モーニングルーティーンなので。分かった。ケンさん修行なので頑張ってください。寝起きはめちゃくちゃいい方やからな。それで、ほう、いいな寝起き。無理と思うから。じゃあ修行してきます。はい、見て、いい朝。わがばっかり、いい朝。すごいですね、でも森林がすごいね。皆さん都会一個なので、うん、行きましょう、うん、豪快な折り方。おお。はい、表現撮影終わりました。すごい良かった。なんか現れたね。見て、で今から小乳道にご飯食べて。はい、楽しみです。ね、何食べた？岡山、きび団子。きび団子とりあえず食べに行こうか。はい、意外ときます。きび団子食べに行くっておかしいですけど、なんか何なんでしょう、岡山って。ちょっとレッツラーゴー。それでは、かなちゃんに来ました。かなちゃんは知ってる？小乳道になんすね、岡山の。で、さっきコラボしてたシモンと一緒に今から行きたいと思うので、ぜひ行きましょう。はい、リザクレーションウォーターと一緒に杖をご自由にお使いください、うん、石を持ち帰らないでください、うん、入場券がいりますということで、もし来られた方は入場券買ってくださいね。はい、買ってください。なんかきついな、うん、チルアウト飲んでらっしゃるんですか、うん、なんか美味しいって言ってたから。すごい、林間学校に来たみたいな、うん、すごい坂道、うん、着物がおるってことやな。あ、いた、うん、誰か着物。姫ホタルの生息地だそうです。わ、すごい、これホタルの多いで。4月1日ぐらいだって。花火の多いこれ、あ、いた、ホタル。やる？ホタル、ぷい。笑ってますね。うわ、すごい、すごい、すごい。何が？え、いや、もうすごいですよ。猿とかおる？ジブリみたい。わお。It's amazing!金津山行ってみたいと思います。金津山行きたいと思います。神秘、それは得ない家の扉。光と闇が交差し、この中に溶け込む人間渦のように、その時代その時代に受け継がれていくものである。それで、こちらが小乳道になります。足元にお気をつけていらしてください。はい、え、すごい。
これは46年前からあるみたいですね。あ、石灰岩が溶かされている。石灰岩が溶かされている。石灰岩。溶かされた分だけ石灰です。怒られますよ、視聴者に。うるさい。すごい綺麗。フラディーはやって。ハリーポッターの世界みたい。どちらかというと千と千尋やな。それ絶対あの人工的に作られたそこの部分でしょ。もうすぐ終わりです、うん、ゴールゴール。不動産に背中を押してもらってしまった。エンディングまさかの音声なし。はい。